吹奏した曲はファンファーレナンバーワンの B でした。これからお送りする曲は消防ラッパの魅力が詰め込んだ力いっぱいの演奏をしますので、最後までお楽しみください。ラッパ隊は災害現場で活動する多くの団員にラッパの音で指示を出しています。近年ではスマホ、無線等の通信手段が多々ありますので、ラッパの必要性も薄れてきていますが、ラッパ吹奏には指示を出すだけでなく団員の士気を高める行動に規律を持たせる役割もあると感じています。次はこの信号ラッパを使ってある消防団の一日を表現したメドレーを吹奏します。解散にしてゆっくり休もう。解散。はい、お聞きいただいた通り、信号ラッパには多くの曲があります。ラッパ隊は舞台で活動する団員が安全に活動できるよう大きな音で
正確に吹奏できるよう日夜訓練を重ねています。さて、消防団の楽曲には信号ラッパ以外にも本日みたいなイベント、お祭りなどで広報のため演奏する曲もあります。次に演奏する曲はラッパ吹きの仲間たちです。それではお聴きください。最後になりますが、この曲も運動会などで聞き覚えがあるかもしれません。それではお聴きください。吹奏は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。よかったよ。すみません、ちょっとね、マイクを一緒にやると息が上がっちゃって申し訳ないです。最後になりますけども、これから冬に向かい、火を使う機会も増えていくと思います。火の取り扱いには十分注意していただき、皆さん一人一人が火事は絶対に起こさないという意識と心がけで、日々の生活を送っていただけますようお願いいたします。また消防団員も絶賛募集中ですので、もし興味がある方は各地区の消防団員までお気軽にお問い合わせください。以上、辰野町消防団ラッパ隊でした。ご清聴ありがとうございました。消防団ラッパ隊の皆さん、ありがとうございました。
皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。